山田裕貴熱愛のココイチ、鉄板のロースカツより人気なのは、10から30代男女が好きなココイチトッピング第4位以下。カレーハウスココイチ番や、初のアンバサダーを務める山田裕貴は、自身のラジオ、山田裕貴のオールナイト日本日本放送で以前からココイチファンであることを公言。中学生の頃、ココイチのパリパリチキンカレーを食べてから虜になり、 今も定期的にココイチのカレーを食べているという。また、お気に入りのトッピングがあり、それがほうれん草、キノコ、パリパリチキンだと明かしている。トッピングで自分のお気に入りにアレンジできるココイチのカレー。今回は10から30代の男女100人に好きな食べてみたいココイチのトッピングについて聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。 第7位には、半熟卵、単品ポテト、エビフライ、ロースカツが同率ランクイン。トロリーと黄身が流れ出す半熟卵。スパイシーなカレーがマイルドに変身する。シンプルで馴染みやすい味になる、33歳女性総務人事事務。卵が好きなのと、カレーと合う、32歳男性総務人事事務。単品ポテトは、 ポテサラ状のトッピング。こちらも辛さを和らげ、野菜も取れる。ポテト好きだから、15歳、女性、学生フリーター。じゃがいもが大好きだから。昔は揚げ物が好きだったけど、胃がもたれやすくなって食べれない、30歳、女性。ちょっと贅沢したい時に、ぴったりなエビプライ。ココイチでは定番のトッピングとして人気だ。 手が込んでいるから、22歳、女性。サクサクで美味しい、16歳、女性、学生フリーター。こってり、ガツン系のロースカツは、特に男性に人気。油がこってりしているのが好き、12歳、男性、学生フリーター。やはりカツカレーが鉄板、25歳、女性、学生フリーター。第4位は、手仕込みトンカツ、チキンカツ、ナス。 店内調理のボリューム感ある手仕込みトンカツも腹ペコの時にガツンとくるトッピングだ。トンカツそのものが好き26歳女性デザイン関係。丁寧に作られていてご褒美感がある36歳男性。美味しくて好み35歳女性総務人事事務。カツカレーが大好きだから39歳男性営業販売。 カツは食べたいけど、ちょっと軽い方がいいという時には、チキンカツがぴったり。お肉が大好きで絶対に合うから、14歳、女性、学生フリーター。ロースカツよりカロリーが低くて美味しい、29歳、女性、コンピューター関連技術職。ボリューミーで満足できそう、29歳、女性。カツは単純に美味しい、16歳、男性、学生フリーター。 スパイシーなカレーに入れると、ちょっとホッとするトッピングがなす。素揚げされているナスなので、カレーがよく絡んでとろっと美味しい。ココイに行った時は、必ずナスを頼むくらいとても美味しくてカレーに合う。カレーとのバランスもちょうどよく、食べやすい19歳女性。美味しくて体にいい32歳男性会社経営役員。味が染みていて美味しい。 36歳女性金融関係さっぱりしている32歳女性専門職